好きだよ。男の人がエモいと感じる恋が嫌い。ごめん、彼女とデート行くことになって。私は選ばれない。じゃあサブスク彼女になってあげる。とも付き合わない。俺は考えた。サブスク彼女とやらを許容したとて、友だけを彼女にすればいい。じゃーん、私サブスクなんだ。私ってバカだな。搾取されない恋愛方式。搾取？何それ、面白そうじゃん。だから俺も始めようと思って。サブスク彼女、性癖の扉開きました。こういうの嫌いですか？全然、でもね、こういうのも好きかな。何して康介くんに選ばれてるの？もう決めたから、不公平な感情に振り回されないって。セックスしないの？ここもあるよ。そういうことじゃなくて。